方様、上杉軍集結いたしましてございまする。いざ出陣のご命令を。皆の者よう聞け。天命により我らこの新たな戦において令和の世に生きる者たちへ我らの戦の歴史と義の心を伝えることがその使命であると心得よ。ああ、いぞ何の者出陣よ。武将たちにも劣らぬ武芸にて数々の手柄を立てた一号一の女武者、はっ、松江様、いざ出陣。この命ある限り館様には指一本触れさせる。我が夫小島弥太郎と共にあまたの戦場駆け回り敵将を組み伏せ手柄を立てた。我こそは越後一の女武者松江。はあ、うちに秘めたる熱き思いが家臣たちの心を動かし新たな上杉家を築き上げた。上杉家二代当主上杉景勝様、いざ出陣。天神公の義と上杉の名を汚すことはこのわしが断じて許さぬ。それこそがこの景勝の誇り、決して揺るがぬ我が義の道である。他国の領地を決して奪わず弱き者のためにその力を奮い立たせた戦国屈指の聖将上杉謙信公、いざ出陣。本命知らばんなやつはか。武者門天よ、我に天命あらば悪を滅する力を与えたまえ。一度時が来たり、ロー、我に続け。ロを語る上でやはり外すことができぬのはこの春日山城であろう。もともとこの越後国を守るために砦として築城された春日山城、長尾家の時代により大改修が続けられ今もその形が残る天下の名城にございまする。謙信公は弱い19にしてこの春日山城の城主となり、この地を拠点に群雄割拠の戦国乱世を生き抜いていくことになる。知略に富み、あの武田信玄や北条氏康とも互角に刃を交え、神のごとき戦いぶりから他国の武将からは軍神と恐れられました。謙信公の生涯の宿敵と呼ばれた武田信玄、もともとは信濃の国の武将から助けを求められたことより始まった川中島の戦い、その戦いは5度に及び12年間にもわたる大戦であったが、その中でも第4回目第4次川中島の合戦は戦国最大の激戦と呼ばれたのであった。
謙信公、その後も奔走し、生涯70もの戦に挑み、国を守り、民たちを守ってきた上杉謙信公は、49年の生涯を閉じる。謙信公亡き後、二人の御養子による跡目争い、おたての乱が勃発。悲しき長き戦を制し、越後平定に向け動き出したのは、綾姫様の子、上杉景勝様。上杉家二代当主となられた景勝様は、謙信公の義の心を受け継ぎ、新たな上杉家を、越後の国を守り、作りゆくのである。Thank you.
このように我ら上杉の戦は名のき突起を越え、今再びこの地に生きる者たちに長く語り継がれております。そして我ら令和の世に新たに義の心を伝えるため、こうして新たな戦をいたすため皆の前に再び剣を取って出陣いたしたのである。もちろん新たな戦には
ボ演舞というものを、はい、先月、から、第2回目でございますよね、今回が。2回目ということで、はい、こたび披露させていただくものは、京都長岡京おもてなし武将隊つつじという方々、京都の方にて活動されている武将隊なんだけれども、その方々の披露する演目楽曲が実は今先ほど見ていただいた最後の曲、はい、天慶というふうにわしらが呼んでる演目なんだけど、その曲と全く同じ曲を使っているということで、あらこれは意外と思って、はい、まあ、せっかくじゃったら公開しちゃおうと。公開しませんかと。振りをね。そうそうそう、振りね、はい、曲は変える必要ないから。もう慣れ親しんだ曲でございますからね。そうそう、はい、我々が惑わされないようにしないといけないというわけです。そうでございます。そうじゃそうじゃ。はい、京都の方で活動された武将隊。どういった方がおるんですか。明智光秀殿が、まあ、中心となっているんですな。まあ、京都の長岡明智光秀と、そして、まあ、光秀の、娘。ガラシャ。はい、玉木が、細川ガラシャ。まあ、玉子さん。ね、それと、その旦那。の、細川忠興。忠興。まあ、その他にも、ゆかりの方々が、何人かいらっしゃるようでございます。まだわしら会ったことないです。実は会ったことがないんですが。そうなんです。はい、なので、これを機会に、ぜひ会いたい。そうですね。という思いを込めて、はい、こたびは披露したいと思います。はい、その名も、龍虎蒼白でございます。はい、という、演舞でございますので、早速では、披露して、はい、参ろうかと思いますので、はい、よろしくお願いいたしまする。公式のホームページであったり、
ね、SNS などもやられていらっしゃるようでございます。今日 YouTube の方が上がるとのことでございますね、はい、はい、3時、もう3時になっとるかな。はい、じゃ あのこの刻限くらいから YouTube の方にで公開が始まっておると思いますので、今度は皆様方、京都の招待の方々の我々の先ほどの典型どのように披露していただかっているかをご覧いただければと、ぜひご覧くださいませ、はい、思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、あとすっごい大きいお邪魔タクシーがいました。なんじゃって、お邪魔タクシーがお邪魔しました。もう一回言ってみ、おまじゃ、はい、お邪魔タクシー。お邪魔します、タクシー。はいはい、じゃあまあそれにしとこう。見違えるのな、おたまじゃきは。大きかったんですよ。ね。こんなでかいの。はいはいはい。もう話がそれてきた。ちょっとおたまじゃきは戻すの、まずまず。はい。いいか。はい。はい、撮影の時間ですね。はい、じゃあ皆様方、よろしければ。我々の終了が一番高いと思った。なんだって。ちゃんと喋れ。マジ、わしのセリフを全部食って聞きながら全部こうやって書き回ってやるで。はい、あの記念撮影な。はい、どこへ行く。言葉言葉。はい。我ら武将隊と、ま、記念撮影を、撮りたいという方、ま、集合写真ということでよろしいですか。最近は